ありがとうございました。続きまして反原発に関する行動に関する告知を行います。でその前にちょっとお願いがあります。いつもいつものお願いですいません。こちら、来るときにこういった、横断幕ですとかそれからチラシ、現地の方を招いてのスピーチをしていただくというようなことも計画しております。それにはちょっとお金がかかりますのでいつもいつもですいませんが多少で結構ですので半端をよろしくお願いいたします。この、 赤い袋を持った女性が、ありますのでよろしくお願いいたします。それとですね、今日は大津地方裁判所民事部御中というはがきを差し上げることになっております。カンパをいただいた方によろしくお願いいたします。放射線被爆を学習する会から、被爆学習会のお知らせをします。今度は4月23日土曜日の夜です。場所は、地下鉄茗荷谷駅の近くアカデミー明大です。で今回はですね、題名は、測ってみよう5年目の別力ということです。で福島原発事故で首都圏にも、たくさん放射能がありました。で放射能の量ベクレルという単位で表されますけれども、一体ベクレルってどうやって測っているのかということで、今回は土壌なんかの放射能を測定する機械をお持ちの、鴨下さんに、実際にこの場で測っていただきます。それまた土壌を土を測ってもらいたいという申し出込みがあれば、この場で受け付けます。事前にメールでお申し込みいただいて現物を持ってきてください。そうすれば後で測ってお知らせいたします。それから、鴨下さんはもともと いわき市の高専で、准教授をされてた方で、そういう放射能の、特定の仕方、等々についても詳しいですし、それから東京に避難しておられて、国と東電に対する損害賠償請求の、裁判の原告団長をやっています。でそうした裁判あるいは来年3月に迫っている、住宅の無償提供の打ち切りそういった問題についてもお話しすることになっています。ぜひ皆さんおいでください。よろしくお願いします。はい、2番目の方。皆さんお疲れ様です。本日の、呼びかけの、一つ、経済商売テント広場です。ちょうど1週間後、来週の、13日、の水曜日です。この東京電力とともにですね、やっぱり原発事故の、責任、推進をしてきた、そして規制を、当時してきた、責任である経産省、今はですね、規制はもう規制委員会だ、あるいは電力会社が勝手に、の責任で動かすんだと。いうような感じでですね、自分たちはもう安全責任持たないといったことじゃないというような感じの顔をしてますけれども、とんでもない、やっぱりですね、安倍政権は、閣議決定をしたエネルギー基本計画としてエネルギーミックス、こちらでですね 20% から 22% にしてを決めました。そういう計画のもとにですね、危ない危険なもう老朽原発福島のあの事故の、教訓を考えれば当然40年以上の原発なんか動かすべきじゃない、
原発を動かさなければ 20%、22% がなるわけないわけですけれども、そういうことを国策として決めている。だからこそ電力会社もそういうことを抜け抜けと、申請をするという今状況になっているわけです。そういうことに対して、あるいは、この4月から、電力自由化がありました。しかし、肝心のですね、多くの人たちはやっぱり変えようと思っていた。しかし残念ながら価格も分かりにくい、あるいは何の原発をあの電気を使っているのか、原発の電気を使っていないのか、そういうことが今全然公表されていないわけですよね。でそういうことになると、あるいは先ほどお話がありました、廃棄物の問題どうするのか、そういうのをまた決めないなら、とにかく再稼働をしちゃって、そして皆さん反対しなかったんだ、皆さん原発の電気使ったでしょ、だからしょうがない、どっかに押し付けましょう、あるいは子供たちに押し付けましょう、そういうことはとんでもない、いうことを、来週の水曜日14時から16時まで、議員会館、参議院の議員会館 B の、105、で行いますので、規制庁じゃなくて原子力、資源エネルギー庁、あるいは経産省の、役員たちが直接、来ます。ぜひとも皆さんお集まりください。よろしくお願いします。はい、3番目の方。締めで今までやったことないね。皆さんこんにちは。先週どうもお疲れ様です。タイヤ労働者指揮官というですね、同じく日雇いの、仲間と一緒に運動している、ところから、来ました。よろしくお願いします。こちらで、他国者の、活動に関わっている方もおられると思うんですけど、当初にですね、支援をさせていただいてて本当にありがたいと思ってます。また経産省テントの、方ですね、いろんな知人がおりまして、たくさんお世話になっております。で、今日ですね、実は、私たち、お昼に経産省テントに野宿の仲間と、お邪魔していろいろと、教えてもらってました。で何の件かというとですね、皆さんの新国立競技場の、お話は、聞いたことあるんじゃないかと思うんですけれども、最近だと、聖火台を作り忘れたとか、そういう話で、実はですね、何千億円もの、税金を本当湯水のように土偶に捨てている、そういったプロジェクトなわけですけれども、あれを作ろうとしているのが JSC というですね、日本スポーツ振興センターという今のサッカーくじで声を取っている独立行政法人らしいんですけれども、新国立競技場にですね、建設予定地である明治公園、この皆さん明治公園が一方的に廃止されたっていう話とかご存知ですかね。今までデモの出発点とかで本当によく使われていた場所がですね、国立競技場を作るからということで廃止になって公園がなくなっちゃってる。でここに住んでる人たちに、追い出しがかかってまして、その追い出しの方法がですね、土地明け渡しの仮処分という、強制執行を行おうと、しているわけで、でこの仮処分とか強制執行というのが、経産省テントと非常によく似た状況だということで、テントの仲間にですね、いろいろ法律的なことを教えてもらってました。で原発問題については、私たちの立場からはやはり仮想の人々の、労働の問題という観点が非常に強くて、かつては、野宿ホームレスの人たちが、組織的に被爆労働に動員されていたという歴史があります。また 3.11 ので今後は、日雇い原発ごとの人がですね、福島に実際に働きに行っていると。で原発というのが弱い立場の人々に、無自由を押し付けるものということで、再稼働というのはね、そういった問題を全く無視して、次々と、原発を、再稼働させようとしている。本当に怒り心頭なわけですけれども、でそういうですね、再稼働を社会的に、容認させているようなものとして、オリンピックの影響結構大きいんじゃないかと思っています。でもうほとんどの人覚えてないと思うんですけど、オリンピックですね、招致に対して当たって2つ向こうが言ってまして、福島の復興と経済効果なんですね。はい。で、安倍がですね、汚染水はコントロールされているというような、ことを言って、招致したわけで、オリンピック自体が、事故や、その被害、また被災者の存在をですね、覆い隠すものとして、存在しているんじゃないかというところが、あります。
まあそういうわけで、僕ら次の、日曜日にですね、この強制執行に反対するデモを予定しております。申し訳なくてまだ時間とか、今詰めている最中なんですけれども、今園君が、配ってくれているギラの方ですね、URL、アクセスしていただければ、時間場所などなるべく早く出しますので、よろしくお願いしたいと、思っております。ちょっと場違いかもしれませんが、今日どうもありがとうございます。はい、4番目の方。よろしくお願いします。福島原発事故による健康被害者の会が、ポストにしております。この福島原発事故による健康被害者の会が、イベントを行います。4月の14日、木曜日、20時から関東圏の放射能被害ということで、イベントを行いますので、ぜひ、ご参集をお願いいたします。お話ししてくださるのは、園亮太さん、松平浩一さん、長谷川さんです。場所は、近鉄の早稲田天音というところで行われます。原発事故当初、これから、4年後、5年後に、健康被害は顕著に現れてくるというふうに記者の方がおっしゃっておりました。これが今現実のものになっています。生存率 8% のがん患者の方、心臓を悪くされている方が当然の、罪を告発いたします。ぜひ、東の14日早稲田茜に、いらっしゃってください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。お礼のスピーチ。皆さん、いつもいつもカンパお心の出しをありがとうございます。5月 の、 レシピの方にこういったカンパいただいたのの、プースというのを載せる予定ですので、その時にご覧いただけたらと思います。本当にいつもありがとうございます。はい、カンパありがとうございました。今日の参加者は110名です。ありがとうございます。あと2つイベントがあります。ドンパン節と締めの太鼓ありますので、もうちょっと忍耐強く帰らずにやりましょう。はい、行きます。ドンドンパンパンと皆さんよろしくお願いします。ドンドンパンパンドンパンパンドンドンパンパンドンパンパンドンドンパンパンドンドンパンパンドンパンパン福島原発忘れない爆発原発忘れない原発なくても